はい、こんにちは。今回ご紹介するのはリュックです。今回ね、こちら左側のリュックを紹介いたします。超有名ですね。こちらスーパークラシックさんから発売されています変わるビジネスリュックというリュックのご紹介です。こちらで発売されても1年経つのかな。発売された時はですね、いろんなブログで紹介されていて、まあ、話題となった商品です。非常にそのあたりの、まあ、広告の戦略もね、うまくて、有名なブロガーさん、 YouTuber さんはですね、招待してイベント開いて、そして無償で提供をしてですね、広めてもらおうというようなね、スタイルで宣伝されていたかと思います。ですので結構検索するとですね、ブログ等で紹介されているんですが、いただいてのレビューになりますということでね、かなり、まあ、広告の意味合いも強い、まあ、使いやすいとは思うんですけどね、のかなというところで、ちょっとすぐ飛びつくのをやめてですね、中止していた状態です。で、その間にですね、私はこのスーリーのパラマウントリュック29リッターのですね、商品 YouTube でも紹介させていただいておりますが、をずっと使っています。特にね、出張ですね、最近ね、出張が非常に多くて、もう毎週のように東京にね、行っている状態なんですけれども、まあ、その際にちょっとした1泊2日、まあ、2泊3日までのね、出張でしたら、こちら十分パソコン入れて耐えれるリュックかと思います。まあ、使い勝手はね、上々で、背負いやすさも結構いいかなというふうに感じておりますが、ここのね、まず不満点としては、このフリップというかね、カバーがあるんですけど、ここをね、まずね、ほとんどね、開けることがないです。めんどくさくて。ということは、この下にあるですね、こういった、これね、メガネケースのね、ここにね、メガネとかね、入れる収納部分がついていたりですね、ここにもですね、入れる場所があったり、そして開けにくいのがここですね、ここで、この中はですね、かなりこのように仕切られていて、ガバッと開いてですね、まあ、ここもメッシュありますし、ここも2個あるし、今メッシュということで、あとはここにガサッと入る、まあ、こんなようなですね、非常にいろいろ分けるにはいい収納があるんですけれども、断線ここをね、開けないので、ほぼですね、無意味化している状態でした。で、使い勝手いいのはですね、この後ろの、まあ、結構分厚いパッドと、ここにですね、横から入る PC の収納がありますので、まあ、こういったパソコンをですね、スッと入れて、使い勝手がよく、非常にここ使っております。まあ、背中にね、接する部分になるので、ちょっとね、硬くなってしまうんですけれども、あとですね、メインはもう横からのアクセスですね、こちら、このように、あとタブレットの入れる場所がある、まあ、こんなようなね、リュックなんですけれども、あと、まあ、横持ちもできるということで、ちょっとね、不格好、バランス悪くはあるんですけれども、まあ、それなりに、あとね、縦持ちもできるので、まあ、背負って横で持って、縦で持ってということで、そこそこ使い勝手はね、いいリュック代用はしています。あとこのように下がね、この防水というかビニール素材ですので、気軽に下に置けますし、まあ、ちょっとね、濡れちゃったり汚れているところでも置けます。拭けば綺麗に取れますので、いうリュックとは感じていますが、中のポケットがですね、ちょっと使いにくいので、ほとんどね、このフリップ部分のポケットにね、ボン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 突っ込んでしまって、ここが膨れちゃって、そしてこのメイン部分のね、容量があまり入らないといったね、状況になったりということで、少し荷物多く入れたいという時はですね、不格好になっちゃうなっていうのが、まあ、難点というかですね、悩みでした。それを考えるとですね、こちら変わるビジネスリュックはですね、このよく使う部分、コアポケットと呼んでいるみたいですけれども、と、あまり、まあ、使わない部分というのを明確に分けてですね、アクセス頻度によって、まあ、このポケットの数をね、非常に少なくしているのが特徴です。で、こちら今まさにですね、出張から帰ってきたばかりで、リアル出張の用具がパッケージされていますので、そちらどんだけ、まあ、入るかというところをね、ご紹介したいと思います。昨日はですね、秋葉原に泊まってまして、まあ、1泊ですね、1泊の出張です。ですので、まあ、2泊でもね、体操は変わりはないんですけれども、まあ、下着と
まあシャツ、カッターシャツがねちょっと増えるぐらいで、まあ2泊3日ぐらいだと全然問題ないかと思います。ではね、見ていきましょう。まず外観なんですけれども、そこそこ入っていますが、しっかりと、まあ、このようにですねシルエット保たれています。こんな感じ、非常にシンプルでね、スーリーみたいなねロゴは全くないので、パッと見知らない人はどのブランドだろうってね思うかもしれません。ただね、出張に行って思ったのがね、もっと遭遇するかと思ったら意外にこのバッグね、遭遇していません。今まで同じのね見ていないんですよね。しかしながらこの四角いねタイプのリュックって今めちゃめちゃ多いですよね。結構見ますね。ノースペースのものだったり、ポーター出てるのかな。まあこういったタイプのね四角いリュックはかなり見ましたが、このカールビジネスリュックはねまだお会いしていません。若干ねシワ入っちゃってはいるんですけれども、このように、ね、自立します。ですので電車とかですね、ホームで待っている時とか、ちょっと休憩とかですね、このように立つというのは非常にメリットあるかなというふうに感じています。しかしこの後ろ部分はね、特に病とかこういったねビニール加工とかありませんので、まあ汚れているところはねそこそこ注意した方がいいと思います。結構重いんですけどね、背負い心は非常に良くて、そんなに重さはね感じないリュックです。パッドの部分はね非常に分厚い、こちらスーリーのものに比べてね全然分厚いです。こちらこのような感じ、こちらこんな感じ、背中に当たる感じとしてはね若干硬く感じますけれども、にも容量いっぱいになってくるとそこそこ、フィットしてきていいかと思います。では一番よくね使うコアポケットから見ていきましょう。ここのね部分にあるんですけれども、片方のショルダー肩掛けを外して、手を伸ばしてアクセスするんですけれども、まあ、正直ねこっちの方が手は伸ばしやすいです。ちょっとね近すぎてさっと取り出せるかというと、背負ってる状態だと厳しいかもしれません。ここは一番よく使うものと、あまり入れる場所が見当たらないようなものが入っています。まずですねこちらペンケース、まあ、そこそこ使います。そしてこちら、まあ、こんな100均のケースに入ったイヤホンですね。こちら新幹線とかでね。そして、モバイルバッテリー、こちらねこんなモバイルバッテリー、これ何が出てくるかの状態ですね。あ、デジカメです。こちら、デジカメ。ソニーのコンデジ RX100M2 ですね。あとバッテリー。と、こんなもんですね。コアポケット、以上。こちら、これぐらい入れてます。で、ペットボトルですね。500ml、困るのが。スーリーの場合は横にこういう、まあ、よくね、リュックであるサイドポケットがあるんですけれども、このカールビジネスリュックはありませんので、ペットボトルのやり場がちょっと困るかなと思います。今の時期ですね、結露しますのでビタビタにね濡れる状態の中で、まあここにね直接入れるのはちょっとね気が引けるなっていうような感じで手に持ったりしていました。ここの辺りはねかなり割り切って、作られているのかなと思います。逆に横にねポケットとか作るとデザイン性損なわれたり、逆にこの四角いねシルエットを保てなくなるということで、思い切ってその辺りに外してるんだと思います。で次はですね、こちら2番目にアクセスする場所としてここですね。でやはりこのビジネスリュックというだけであって、特徴はこの横に持てるということですね。ここにマジックテープで留められていて、取っ手が出てきますので、よいしょ、このようにビジネスバッグとしてね一見使うことができます。反対側を見ますとね、これがあるので完璧にはならないんですけれども、ショルダーのねベルトはこのようにまとめることができます。チェストベルトで閉じれますので、そんなにダーンとはならないんですけれども、これはね隠せる機構があるといいのかなと思いました。ですのでこの背面を内側にして持てば、パッと見ビジネスライクな感じはねしますね。で次こちらです。ここのポケットです。こちらはですね、まあそこそこアクセスする、財布、名刺入れ、財布、こちらね、エクスプレスカードが入った財布ですね。以上です。以上がこちらのポケットですね。ここには iPad、 こちら iPad Pro 9.7 インチですが、すっぽりと入ります。
ですので、まあ iPad 持たれる方は横向きで、ね、ほぼぴったりですね入れることができますので、ここに入れるというのがいいでしょう。 MacBook ちゃんはですねはみ出ますので、ここには入れることができません。では次、こちら開けましょう。上の蓋の部分ですね、パカッと、マグネット、そこそこの強度があります。もう少し弱いのかなと思ったら意外としっかりしていますので、ちょっとやそっとじゃ外れませんね。このようなマグネットです。で外しまして、ここはですね個人的にはほとんど使わない、まあ、たまに使うかな、何かあった時ぐらいの感じで今使っています。なんていうかというとティッシュです。ティッシュです。以上。他ねもうちょっと入れてもいいかなと思います。財布でもいいかもしれません。捉えにくい部分もあるかと思います。次はですねこちら外側のパソコン入れです。ここはですね、ここにベルクロがついてまして、これですね、飛び出ないようにしっかりと止めることができますので、もしね、逆さまにしてしまっても、このフリップ部分と合わせて安全かと思います。ここは柔らかい起毛素材でできていますので、傷等の心配もまあそれほどする必要はないかなと思います。そんなにクッション性はね、あるわけじゃないので、気になる人はさらにケースを、クッションケースを入れるのがいいかと思いますが、その分ね、かさばってしまうかと思います。今回ですね、こちらパソコンで2台持ってきました。ちょっとね必要でしたので、エイサーの Swift 5という14インチのノートパソコン、ラップトップですね。非常にね薄いのが特徴で、 SD カードとも備わっていますし、 USB も Type-C ではないということで、非常に使い勝手ね良くて今愛用しております。こちらね紹介すると言ってしていないんですけれども、 Core i7 の、SSD2 頃の8ギガかな、一般的なスペックですが、14インチ、まあ、16対9なのでそこはちょっと使いにくい部分はあります。それは以上です。では内側見ていきましょう。ここはですねスーツケースの取っ手に通す部分ですので、重ねられるというのも便利です。でこのようにですねボーンと置くことができますので、ホテルなんかですとスーツケースのね置く場所なんかあると思いますが、そこに置くことができるので、整理をねしたりパッキングするときも非常に便利な形となっています。ガバッと開けます。必要なものを取り出す分にはこのサイド部分だけ開けて、この横の状態でこう出すのもねありかと思います。お土産を買った後なんかはですね、いちいち下ろして開けなきゃいけないので、ちょっとその辺はね不便な点はあるんですけれども、ガバッと、こちらまずこの背中の部分ですね、ここにA4 サイズの書類入れの部分があります、ですのでここにねノート入れてますね。ノートで今回パソコン2台持っていったということで、こちら Surface Pro 4ですね、 Surface Pro 4を背中の部分にちょっと入れちゃっています。まあちょっと背中が硬くなるので、できるだけここはね硬いもパソコン入れたくないんですけど、2台ということで重ねて表に入れるのはちょっと不安があったのでここに入れました。で中身このような感じです。この四角い形というのは物を入れるには非常に効率がいいなと感じています。まずこの青いのがですね、こちらトラベルケースというかですね、洋服ですね。こちら、ワイシャツであったりタオルであったり下着であったりというのをこういった、まあ、何でもいいんですけどね、ポーチに入れてます。もうこちらは着終わったものですのでくしゃっと入れてますけれども、ワイシャツなんかですと折りたたんで、まあ、そこにねこう入れるのかなと思います。シワになるのがね一番気になる点ではあります。次にですねお土産です。ごま卵プリン、お土産ですね、結構箱型のクッキーとかこういう感じのお土産多いかと思います。この四角いねサイズをしているだけに、このように収まりよく入れることがねできるんじゃないでしょうか。小枝、これ夜ねちょこっと食べたもの残りです。これはね箱ですので、こういう風に隙間に入れることができます。次こちら、こちらパソコンのですね AC アダプター類ですね、このケースね非常に使い勝手良くて愛用していますので、こちらまた別途紹介します。今回パソコン2台ということで、 Surface Pro 用のアダプタとこちら Acer の Swiftファイブのアダプター2個を収納することができます。そして表にはマウスですね、愛用しています。こちら
EXG というマウスが丸々ポコッと入る、まあ、伸びるタイプのですね、ちょっとしたクッション材。そしてガバッと開けると、まあ、こちらが Surface Pro はですねミニディスプレイポートですので、大体の客先はこのように HDMI か VGA でつなげますので、これ必須ですね。あとは USB のケーブルとライトニングケーブル、そして Surface Arc Touch マウスかな、これもね素晴らしいマウスです。あとはデータやり取りするときに Surface Pro 用に必須のハブ、そして Surface Pen 予備ケーブル、まあ、こんな感じです。もうほぼこのケースの紹介になっちゃいましたね。あとはですね、折りたたみ傘、そしてこのようなポーチにですね、このようにビニール袋と消臭スプレーですね、とワックス、メガネクリーナー、メガネクリーナー、あとは使い捨てコンタクトレンズに、いざという時のバファリン、 USB 充電器、自宅の鍵と車の鍵、このようなものを三和サプライのポーチに入れています。こちらも非常に使い勝手いい商品です。以上、これで空になりました。あとですね、言うまでもないですけれども、このコアポケットがね一番の特徴でして、このポケットですね、この中も起毛素材でできているんですが、ここですね、動く仕切りということで、こんな感じで今手入れてますけれども、ポコッとこのようにすることでコアポケットがね最大限に使えますし、中大きいもの入れたいという時はえいやえいやえいや押してやることでこのように広く使えます。中途半端に使いたい時はポコポコっとここに物を入れてあげれば、この辺三脚などを入れて、こちらはコアポケットが使える、まあこんなようなね、まあ、カチッとしたものじゃないのである程度自由度が高い使い方ができるかと思います。ということで並べてみました。これらがですね、私が普段出張に行っていくものたちです。パソコンの台数はねいつも1台、あとは、まあ、プライベートなんかはですね、もう少しデジカメですね、ミラーレス α6500 などを持って行ったり、あとはバッテリーもねもう少し持って行ったりということで、そのあたりはね臨機応変に変わっていきますが、まあ、大体ねこんな感じです。なかなかね他人のこうカバンの中っていうのは見ることができないので、皆さんねどんな感じなのかなって非常に気になるところですけれども、これらが変わるビジネスリュックに問題なく入りました。では最後、これらをスーリーの29リッターにじゃあ入れたらどれぐらいになるかというのをトライしてみて終わりたいと思います。ということでスーリーの29リッターに先ほどの荷物を全部入れてみました。結構よく入れるものはこの上の部分に入れてですね、まあコアポケットと相当の部分になるかと思いますが、見てください、こんな感じでねちょっとね入るかは入るんですけれども、さすがにきつい感じはありませんかね。やっぱ上に重みが来るとドテッとボテッとなっちゃってですね、まあ、ここにパソコンは入って、ノートはね入っていますし、中に、ね、全部ちゃんと入っているんですけれども、こう重ね合わせでだんだん重くなってくると上の部分からこう形が崩れてね、まあ、こんな感じで背負うことになるシルエットです。いかがでしょうか。これを考えるとですね、いかにこのカールビジネスリュックが形が綺麗に整いながらかなりの大容量入るリュックかというのがお分かりいただけるかと思います。ちょっとねいい宣伝ばかりでしたので、どんなもんかなと思って使ってみているんですけれども、非常にいいリュックかなと感じています。ということでシンプルなデザインですので、ビジネス出張行かれる方、まあ旅行にもねもっといいかと思います。こちらスーパークラシックさんから発売されている変わるビジネスリュック、今回ご紹介しました。自腹購入しております。参考にしていただければ幸いです。では今回も見てくださりどうもありがとうございます。